誰が一番強いか試そうぜ。そのために来たんだ。悪を執行する皆殺しパーティーだ。すごいなお前、今の何？これが本当の蚊取り線香。こいつらは階段だ。線香と線香をかけてるんだけど。そんなもん関係ねえよ。やりたいことやってんのはお前だけじゃねえぞ。楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぜ。俺は武術を体験するためにここに来たんだ。お前はちょっと違いそうだな。まあ弟子にするとか約束しちゃったしな。こいつらは怪談だ。バングの知事、本物の怪人になるためのキングにやられたダメージが思った以上に大きい。楽しくてしょうがねえ。俺はもっともっと強くなれるんだ。怪人が勝つ瞬間を。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。おってか、こいつもヒーロー。知らねえ顔だな。しかし汚え部屋だな。体に限界が来てやがる。今日はもうおとなしく帰るか。少し汚え部屋だ。今忙しいからまた後で。俺がやりたくてやってんだ。楽しくてしょうがねえ。俺はもっともっと強くなれるんだ。狩る直前の急な怪人どもの襲来。怪人が勝つ瞬間を。こいつらは怪談だ。本物の怪人になるための皆殺しパーティーだ。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。俺は武術を体験するためにここに来たんだ。気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。ぶっちゃけお前サイボーグだから。かけてるんだけど、お前はちょっと違いそうだな。かかってこい。こいつらは階段だ。おい、マジかよ。あんなふざけた獲物でもここまで威力が出るものなのか。弟子にするとか約束。ぶっちゃけお前サイボーグだから。体を鍛えるとか関係ないし、気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。
前の急な怪人どもの襲来、あいつのスピードとパワーのある戦いっぷりには驚いたが、それだけだ。駆られる番だ。心配ないさ。このシェルターの中にいれば絶対に安全だ。ヒーロー名簿で見た気がする。俺知ってる、神級の新人だよ。ふざけた獲物でもここまで威力が出るものなのか。怪人どもの襲来。すごいなお前。今の何？これが本当の蚊取り線香。サイボーグが俺を見逃せない。かかってこい、ラングの知事。すごいな、ラングの知事。楽しくてしょうがねえ。俺はもっともっと強くなれるんだ。終わってやる。やわなスタンドじゃなくてよかったが、しかしますます凶暴になっている。こう来るはずなんだ。いえ、対策を。何かは分からん、だがとにかく大規模なことだ。さあ俺のせいに刺激を与えてくれ。たとえ無傷でそこに立っていても、本人が勝ちを認めぬなら、かけるかかけないのか、はっきり言葉に出して言ってもらおう。ダービー。しかももう一人のジジイは旋風鉄山拳の達人ボンブ。二人がかりなんて恥じってもんがねえのかよ。こいつらに命乞いの演技をしても。こいつらは怪談だ。狩る直前の急な怪人どもの襲来。ヒーローごっこやろうぜ。てかこいつもヒーロー。てめえじゃねえか。体に限界が来てやる。今日はもうおとなしく帰るか。何これ。わかっ
終わらせてやる。かかってきな。昨夜の記憶が、君は間違いなくこの町に命を救った。こいつらは階段だ、俺が。勝負に勝ったら食わせてやるわい。死刑囚ならどうなっていたか。強い評判も経歴も化け物級のヒーローと戦えるのよ。ではまた。ま、ちょっと待ってろ。あんたたち今めんどくせえって思っただろう。ボルトたちの捜索に。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。武器相手も慣れりゃ問題ねえ。さっきまで片言だったじゃねえか。俺も用があったのか。 S 級ヒーローが俺以外の怪人にやられるとは。ただ無駄しかよ。興味ねえ。失せろ。番犬魔サイクス。証明できた。ヒーロー協会をぶっ潰すのも案外簡単かもな。一発でもまともにもらったらヤバかったかも。出直すってさ、そういう意味だった。大物が釣れた。嬉しいね。バンケン、今度はてめえが狩られるか。ちゃんと歯ブラシ持ってきたか。今襲いかかってきたやつ、最強の怪人が。楽しくてしょうがねえ。キングにやられたダメージが思った以上に大きい。俺はもっともっと強くなれるんだ。
おってか、こいつもヒュあーこいつらは階段だ。あいつのスピードとパワーのある戦いっぷりには驚いたが、死なせるわけにはいかないか。暗闇で犯人の姿は見えなかったが、幸い最初に殺されたのが俺だからよかったものの、このままでは第2第3の犠牲者が。あの暗闇の中、俺は状況を把握しようとした。暗闇で余計に被害が拡大する。閃光と閃光、てめえを狩れば世間はもっと怖がってくれるよな。嘘、てめえら皆殺しコースに変更はね。あの暗闇の中、俺は状況を把握しようとした。よくもコンサートの邪魔をしてくれた。死んで次の